生きるために私たちは変化を求め始めた。そうして一部の人間は文明の結晶で命の鎖を解き放とうとした。一方、古くから世界に存在する何かが別の生きる道を示した。別の一部の人間は新人類となって神と共存する新たな時代を迎える準備ができていた。私たちは生き続ける権利を勝ち取ったが、ここからが真の戦いに。我が槍を止めてみろ。幸運がありますよ。フィレッド、国務省長、全てに駐輪するのだ。方法はお任せください。立ち塞がる者すべてバラバラに引き裂く。みんなと一緒に降りて上空を隠して出発しよう。全員注目、タンダー準備。旧世界の形は天災によって変えられてしまった。生き残った者たちが立ち上げたけれど、そんなこれはあの苦しそう。今マスクを外してあげる。ないよね。ナズカの人間に見つかる前に早く逃げないと。ナズカの民よ、トンガ過酷はすぐ目の前だ。予言にある約束の日が近づいている。彼女が降臨する前に我らは約束の地にたどり着かねばならん。彼女の最も忠誠なナズカの民として我らがお迎えに上がるのだ。ただしその前に出陣だ。立ちふさがる者すべてバラバラに引き裂いてしまえ。今度は何？あれはホルスよ。ナズカ連盟を率いるリーダー。私たちのいる凛島に武力行使を仕掛けてきた張本人。って、あなたどこへ行くの？女の子はあなたの身内なの。レナ、油断しない。ぼーっとしてると死ぬよ。あの子を救い出したければ一緒に戦って。各位に注意して。はっ、矢の降った地に生きるものなし。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。
雷鳴が轟き、大地は静まり返る。満月の中、潔く果てるがよい。そうだ、君たちは一旦引き上げる。ここは私たちに任せるんだ。猛炎すらいてつく極寒をその身をもって思い知れ。あなたの信仰と私の85ミリ殺傷型硫酸弾のどちらが勝つか実験してみます。また私を阻むために東儀と凛東が手を組んだ。ならばこちらも、かつて私は戦争の神モンチュ、月の神コンスなどと呼ばれていた。だが私のマナを知る者は私の先祖だけだ。今こそ教えよう。我が名はホルス、レポトリスのホルスだ。星々の主の名において私こそが唯一の王たる者。どうかと行きますよ。当然の結果だな。勝利こそ私にふさわしい。ホルス、勝利とはいずれ歴史に埋もれるものだぞ。そしてこの世の中、歴史などというものに縛られないものも存在する。正義や真理と同じように、それらの力は時間の流れに変えられたりはしない。さあ見てもらおうじゃないか、時空を超えたこの力を。量子融合グリオナック、タップして量子融合を発動。あの世へ行きなさい。科学を敵に回す覚悟はあるのか。本来の任務は一旦保留。私たちの正体は人道的観点から彼女らの安全確保を現状の最優先任務とします。彼らの安全？はい、この人とその妹さんのことです。二人はなぜかラスプタから狙われているようです。わざわざ一般人を相手にするナズカとラスプタではない。もしかして最近ここで起きている鉱脈異常と関係があるのか。そうば、新たな任務だ。これよりその一般人と一緒にその妹を救出してきてくれ。おそらくラスプタはナズカに凛島への進軍をそそのかし、混乱に乗じて真の目的を果たすつもりだろう。了解しました。ちょっと待ってくれ。これを持っていくといい。ネオリス、きっと役に立つ時が来るだろう。
事だったのね。そうだこそ。レナ、よかった、無事だったのね。戦場偵察中にこの子を見つけて助けたんだけど、もうなんだってこんな目に。そんなのこっちが知りたいよ。あなたたち何かラスプタの気に触ることでもしたの？ラスプタ？いえ、私たちはクリスタルを掘ってただけで。それだけ？他に何か心当たりは？そうだ、抑えて抑えて。二人も困ってるでしょ？また出た。どうやら簡単には諦めてくれないみたい。衝撃弾来るよ、気をつけて。いや離して。お前らレナに触るな。作戦を始めるよ。各位注意して。進化体は自動で自分と同じ位置の敵を攻撃するよ。レナ、大丈夫？衝撃弾の影響で軽い脳震盪を起こしてる。少し休みましょうか。そうね。レナ、横になってなさい。それじゃあ、休んでる間に詳しい事情を教えてくれない？わかった。それじゃあ一から説明するね。研究によると、あれは5000年前のこと。ちょ、ストップ！いくらなんでも一からすぎるよ。私から説明するね。とりあえず今大事なのは、私たちはあなたたちの味方で、あいつらラスプタは敵ってこと。で、私たちがここにいる理由は、クリスタル鉱脈に異常をもたらしてる何かを探してるからなんだ。何かってことは具体的には分かってないのね。そうよ。だから私たちはその原因を突き止めようとしてたの。ラスプタがあなたたちを狙ってるってことは何か関係がありそうなんだけど、そのことに関して心当たりはないかな。確かに最近この辺りで大量なエコークリスタルが発掘されてるのは事実だけど、それ以上のことは何も知らないわ。もしかして特別な家の子だったりとかする？なんかこう特殊な能力を代々受け継ぐ家系みたいな。多分違うと思う。家のことなんて知らないけど。何か事情がありそうね。あなたたち姉妹のこと聞かせて。別にいいけど、面白い話じゃないわよ。私とレナは施設で育ったの。物心ついた時にはすでにね、親の顔も知らないし、肉親と呼べるのはレナだけよ。施設暮らしか、それは楽ではなさそうだね。生活自体に困ったことはなかったわ。ただ私の体が弱いせいでお姉ちゃんにはずっと迷惑をかけてるの。レナ、休んでいないとダメじゃない。
随分と良くなったから平気。レナさんは昔から体が弱かったの？ええ、レナには施設の食事だけじゃなくて、もっとちゃんとした食べ物や薬が必要だった。だからお姉ちゃんは私のために小さな頃から外に働きに出てくれて。普通子供は親に守られてるものなのに立派だね。けど子供にできる仕事というのは限られてるよね。施設の警備員が私にいろいろなことを教えてくれたから、そのつてでできることは何でもやったわ。戦い方なんかも教えてくれたから、随分と役に立ったのよ。なるほど、だからそれなりに戦えるってわけね。私の体さえ弱くなければお姉ちゃんはそんなことしなくてよかったのに。姉が妹を守るのは当然でしょ。レナが気にすることはないわ。それに最近はエコークリスタルがたくさん取れるようになったから、お金に余裕もできてきてるしね。クリスタルを売って稼いでるってわけね。ええ、そういうこと。そうだ、クリスタルといえばレナの体にも関係してることがあるわ。どういうこと？実は体の表面で少し結晶化してるところがあって。本当だ、何なんだろうこれ。一体どういうこと？こんなの見たことない。まさか あいつらまた。レナ隠れてて。あいつらもしかしてクリスタル測定器を使ってレナさんの体にある結晶を、それで私たちの居場所を割り出したというの？バッチョーの術、雷鳴が轟き大地は静まり返る。矢の降った地に生きるものなし。本当に面倒ね。奴らに割く時間なんてないのに。量子ポイントは満タンのようね。今が使いどころみたい。ネラジェの弓の威力を試してみよう。よくやったね。任務完了だよ。レナ、敵はもういなくなったから出てきていいわよ。レナ？あれ？レナちゃんがいない？どういうこと？ラスプタの奴らは倒したのに。そんなことどうだっていいわ。レナを探さなくちゃ。考える前に体が動くタイプみたいね。私たちも行くわよ。邪魔をするな。行動を続けようね。任務完了だよ。お待たせ。私は化け物。クリスタルが
風にごまかし続けてきたせいで、お姉ちゃんを危険にさらすことになるなんて考えてもなかった。追ってきてる人たちの目的は私。クリス、お姉ちゃんをこれ以上巻き込みたくなかった。だから逃げた。だってそれがお姉ちゃんを守る唯一の方法だったから。私の妹レナを化け物なんて呼ぶな。ここから封鎖を突破する。レナ、やっと見つけた。さあ一緒に行くわよ。なんで追いかけてくるの。ようやく決心してお姉ちゃんから離れたのに。このまま一緒にいたらお姉ちゃんまで殺されるかもしれないんだよ。大丈夫よ。やっと合流できたわね。それで今はどういう状況。不測の事態が起こったの。彼女はシャナ、私が預かる招待の3人目のメンバーで。水を差しちゃうようだけど、そう簡単にはいかないかも。まずいいお知らせ、逃げ道を見つけたよ。でもいいお知らせがあるってことは悪いお知らせもあるんでしょ。悪いお知らせは、この作戦敵を指揮してるのがウワジェトだったってこと。ウワジェトって、そいつは何者なの。ウワジェトはナズカ連盟でもホルスに次ぐ有力者なんだけど、それだけじゃなくてラスプタの幹部でかなりの強敵よ。イリリ、彼女に遭遇しないで済むような道を教えて。了解。できるだけ頑張ってみる。こっちだよ。する姿を私に見せてちょうだい。
ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。せいぜいあがいて。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。雷鳴が轟き、大地は静まり返る。矢の降った地に生きるものなし。痛めつけてあげる。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。ようやく器を見つけたのに。やめて！レナ、近づいちゃダメ！今度は私が守る！まずここは私たちの組織トレリックの基地の中よ。気絶したあなたをここまで運んできたの。レナさんはエコークリスタルと融合して。どういうこと？レナは死んだの？死んではないけど、あの状態だと生きてるとも言えないかな。そんなの死んでるも同然じゃない。ちょっと、まだ動いたら。私のせいだ。私がもっと強ければ、レナを守れたのに。あなたに必要なものを教えます。それは偉大な遺物ですよ。え、フェンリル中佐、なぜここに？偉大な遺物があれば、あなたの妹は助けられる。それを彼に伝えにね。その偉大な遺物というのは一体？ちょっと、また倒れてしまいました。まあ、病み上がりなのに無理するからですね。
次に目を覚ましたら何か食べさせて訓練室に連れてきてください。訓練が始まるよ。悲しみのあまり食事も喉を通らないかと思ってたけど、そんなことなかったみたいね。悲しんでる暇なんてないもの。それでここは何をする場所なの？よろしく新人くん、調子はどうですか？いいですか？いいですよね。では早速。あの新人って、私仲間になるなんて一言も言った覚えはないけど。あー、そうですか。まあ妹さんを助けられる偉大な遺物についてそんなに知りたくないというのなら仕方ないですね。では私はこれで。待って、分かったわよ。喜んで仲間になるわ。それで私にこれから何をしろって？けれど陣屋挑戦しよっか。雪崩は優れた。出発だ。完了だよ。面倒とはま、そうね。その質問に答えるには、あなたは、そのこのとことはさて、ただそう、おっと、中間招待メンバー、探索を続け
よくやったね。任務完了だよ。グッドです。なぜ偉大な異物その現じゃあダメじゃない。まあ私ええ、もうもしかしてそう